はい、こんにちは、ドヘッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はね、韓国、パワーレンジャーアニマルフォース、まあ、獣王者のね、まあ、韓国版のオリジナル玩具、まあ、劇中未登場のオリジナル玩具いきたいと思いますけれども、はい、今回はね、ナンバリングというかアルファベットが K。日本で言うと、ハテナのこいつ。はい、これのね、はい、まあ、リカラーアイテムと、あとはね、ペンギンいきたいと思います。はい、キューブペンギンっていうのもね、まあ、これなんか特典らしいんですけれども、はい、ありますので、一緒にやっていきましょう。はい、まずはね、こちら。はい、ナンバリングが K になったのは、はい、ここに書いてありますね。キューブアンモナイト。そう、タコからアンモナイトって、とか思うんですけど、こういう解釈ねっていうね、面白さがあります。はい。で、こちらね、タイタンキングに装備すると、まあ、タイタンキングアンモナイトになります。アルファベットで言うと、KABC。はい、4体合体になります。てなわけでちょっと見ていきたいと思います。まあ、ベースのね、形は一緒でも、そう、新しいね、カラーリングとして、まあ、別のね、解釈で出てきたっていうのはすげえ嬉しいし、なんかね、楽しいです。はい、で、こちらですね。あ、これも封鎖されてる。あ、韓国はまだあれなんだね。その2023年時点でも韓国だと取説がついてる。いや、嬉しいね。もう日本は完全にもう PDF のみになっちゃったからね。はい、ちょっとね、わかんないんですけど、見ていきましょうか。で、これがね、チラシかな、キューブアンモナイト、まあ、なんて書いてあるんだかはわかりません。あとはね、ビーストキング、はい、これですね。どちらちょっとフルカラーじゃないからわかんないんだけど、あ、これあれだ、獣王キングかな。ウサギっぽくないもんね、ライオンだもんね。で、あとキングオージャーね。はい、で、こっちが、トリセツか。はい、で、これだね。はい、そんなわけでね、ちょっと見ていきましょう、現物。はい、パカッ。はい、 K のキューブです。あー、こうやって開くやつ、あー、懐かしい。なんか手が覚えてる。はい、タコのやつそのまんまだ。はい、そしてね、もう一個のパーツ、ここにあるんで、はい、これをつけると、まあ、タコっぽいけどアンモナイトです。で、キューブはこのままね、閉じれば、はい、 K のキューブ完成です。でね、アンモナイトにするときは、殻の部分がここなんだよね。なので、1本で2本3本4本の足を伸ばすと。で、これね、ちょっと注意したいのが、ちょっと一回開こうか。こう開いて、そう、この向きで固定しちゃうと、はい、目がね、おかしいんだよね。なので正しくはこう、この状態、ちょうどね、この黒いのが下に来るような感じで、ちょうどここに目が少しだけ出るっていう。はい、これでアンモナイトの完成。で、そしてね、緑のタコさんなんですけども、これはそのままね、全部開く。それがタコ。懐かしいね。これ、ドデカイオが出た後に出たんだっけ？なんかね、あ、まだ出るんだっていう感じだったのを覚えてる。はい。まあ、一個ずつずらしてあげてもいいしね。まあ、こういう回転ギミックはあります。はい。でね、おお、頭だけ動く。で、アンモナイトもね、この回転ギミックっていうのはあって、開きましょうか。はい、開いて、ゼンマイ式だよね。こういう感じで動いたりします。置くと上が回転するっていうね。結構元気に動くね。はい、そんなわけでね、こちらのタイタンキングと合体させていきましょう。で、分離はね、この上から、はい、分離して、ここ起こします。はい、この顔で、こちらビッグキングソード、はい、これをね、引き抜いて、で、そのままね、上のジョイントに合体で、背中はこのまま、はい、ジョイント合わせて止めます。そう、これで、タイタンキングアンモナイト完成です。じゃ、ここをね、ちょっとゼンマイ巻いてあげれば、はい、くる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 回ります。でね、ついでに獣王キングオクトパス、こちらも行きましょうか。はい、まあ、造形が一緒なんだけどね、まあ、カラーリングは全然違うので、うん、見た目もガラッと変わる。はい、こちらもこれ2つ同時に回したらどうなんだろうね。ちょっとやってみよう。よし、こんな感じになります。どうでしょう。今ちょうどね、部屋の中暑いから、こういうなんか涼しげな見た目ってすごいありかもしれない。
いいね、くる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 回ってる。はい、後ろから見るとちょっと回してみようか。はい、こういう感じです。まあ、ここまでなんかね、大きいのがくるくる回ってるっていうのは意外とね、うん、見た目の迫力となんか涼しげな感じがしてよき。はい、でね、ここちょっと頭取り外して見てみましょう。はい、造形はね全く同じなんですよ。ただカラーリングが違うので、まあ緑ベースで金で、こっちがまあちょっとね、青と緑の中間かなで銀だったりね、顔は一緒なんだけど全く違ったものに見えます。でね、まあ当然ながらパーツ一緒なので、はい、取り外して、タイタンキングの方にオクトパス、そして獣王キングの方にアンモナイト、はい、まあ、こういった合体も可能です。はい、どうでしょう。いいねいやもう本当これ何回でも言うんだけどね、まあ、5年越しにね、まあ、いろいろ出てくるっていうのも嬉しいんですけれどもね、そうまだねこういったあの、まあ、リデコリカラー、うん、こういった玩具がねどんどん出てくるのは意外と面白いです。でね、別でもう一個ねあります。はい、こちらのペンギン、これはねあのなんだろう、初回特典なのかな、なんか特典でねついてきました。はい、さらにねこういうのがついてくるって嬉しい。ちょっと開けましょう。はい、チラシがねついてるんですけども、ちょっとこれ書物ですか。はい、ノットフォーセール、多分キューブペンギンって書いてあるのかな。うん、でこのね KC っていうのが韓国の安全基準のマークらしい。はい、ペンギンです。キューブペンギンで、これベースはねあのキューブカモノハシのリカラーかな。でキューブモードにすると、あ、びっくりマークじゃないシャープだ。シャープっていうのも韓国初だね。日本は全部びっくりマークだもんね。はい、キューブペンギン、そしてこのベースとなったねキューブカモノハシで、モグラ、まあ、これがね、まあ、3タイプ似たやつなんですけども、モグラがモグラドリルで、カモノハシがカモノハシレーザーだったんだよね。じゃあペンギンは武器なんだろうって思うんだけど、何なんでしょうね、まあ、そこら辺はちょっとね、まあ、取説もないし、あとこうついてる紙はこれだけなんで、うん、武器名が分かんないんですけれども、はい、まあこういうねリカラーアイテムっていうのが嬉しい。まああとはね、クマとかヒョウとか、あとはこちらのペンギン、ペンギンじゃないや、そう金のパンダとか、そう同じ造形なんだけど違う動物として出てくるっていうのはこの獣王じゃ多かったんですけど、うん、さらに新しく出てきたっていうのが嬉しい。はい、でここでね、武装なんですけども、はい、まあ、ここ展開すると、まあ、持ち手が出てくるので、まあ、このままね、タイタンキングの方に武装しましょうか。タイタンキングの手、ここに持ち手があるので持たせて、はい、ペンギンなんちゃら武器名はわからないけどペンギン装備が完了で、まあ、こちらのねアンモナイト一回取り外して、また再びビッグキングソード、はい、刺すことによってタイタンキングと、はい、ペンギン、うん、完全にもうリカラアイテムオンパレードだね。で、まあ、獣王キングに装備してみましょうか。獣王キングだったら、ビッグキングソードはこれだ。はい、ここにセットして、はい、獣王キングの手に、はい、ペンギンです。うん、だからね、これ6体合体とか、あと全合体の時にもね、まあ、代用はできるので、うん、面白いかなと思う。まあ、こういった反則品ってすげえ嬉しいけど、でもこれって確か1体1000円とかじゃなかったっけ、あのこういった、うん、あのカモノハシとかじゃない、これモグラだ、モグラとかカモノハシとか、そうこれがね反則品あのねついてくるっていうのはすごく嬉しいかなといったところです。はい、はい、そんなわけでね、まあ、今回の動画はキューブアンモナイトとペンギンでしたけれども、まあアンモナイト、うん、タコがアンモナイトってこういう発想がやっぱ面白いね。発想が面白いし、まあ、そのいじった感触なんかもね、まあ、当時のままなんだけど、また見た目がガラッと違うもので、あとはねその、まあ、先ほども触れたんだけど、まあ、日本版のタコだったらね、まあ、大きいんだけどびっくりマークっていう、まあ、そういったキューブだったんだけど、韓国だと K、まあ、日本で例えばそういったね流れで言うんであれば、11位なのかな、ね、10があのどでかいをキューブホエールなんで、そうこんな感じです。
そんなわけでね、今回の動画は以上となります。で、その他ね、ブラキオエンペラーとか、あと全合体とか、あと韓国獣王者の玩具なんかね、まあこれらを含めて、ね、ちょびちょび出してますので、まあ、あの下の概要欄とか上のリンク、あとエンディングに貼ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そんなわけで以上、トヨハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。